皆さんこんにちは、スタジオクオッカチャンネルです。今日はピアニストの山本麻子ちゃんとのテレコラボ動画第4弾です。今日演奏する曲は明日への手紙です。この曲はドラマいつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうの主題歌として歌手の手島葵さんが歌われています。なんとなくこの曲合唱でよく歌われるイメージがあったので、今回は初挑戦ですが、私も一人アンサンブルで演奏してみました。使用した楽譜が合唱のものだったので、そちらを参考にサツキオカリナのアルトの C 管とバスの C 管を使って演奏してみました。お楽しみいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。どうぞ。Thank you.
いかがだったでしょうか。なんとも切ないメロディーと歌詞とドラマにぴったり合っていて、とても人気の曲でしたよね。よく生徒さんから吹きたい曲としてリクエストいただくことが多かったので、私も今回演奏できてとても嬉しかったです。次回のあさこちゃんとのテレコラボ動画は、私の中ではもうとっておきの曲ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。前回の動画でもお知らせしましたが、5月16日土曜日に初めての YouTube ライブ配信を行います。時間は14時から15時を予定しています。ライブ配信の中で質問コーナーと、皆さんからご投票いただいた曲を演奏するコーナー2つ用意しておりますので、そちらの質問の募集と曲の投票をお願いしています。概要欄からリンク貼っておりますので、そちらからポチッとお好きな曲に投票をご協力いただけるととても嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。